こんにちは。はい、こんにちは。ベーシ研究家、ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。ムイです。さあ、今日は、福井。はい、福井までやってまいりました。はい、今日はね、本当はね、まあ、心霊スポット行きたかったんですけど、はい。まあ、いいとこもないなぁ、なんて思いながら適当に、私が、福井のパワースポットを適当にバーッとスクロールしてピッて指をさしたところに来ました。ダーツの旅みたいなことやったんだね。そう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 。もうダーツの旅、もう考えるのもめんどくさいからもう指さしたところに来よう。で、ムイ君に朝5時半過ぎに電話かな、あれ。電話でしたね。福井県の池田町にある諏訪小豆神社という神社ですね。わかんねえんだよ。中身もまだ見てねえんだよ。あとここの神社だいぶなんかでっかい御神木があるらしいですね。でっかい木が。おうおう。だからそのあたりも見れたらなと。お前いいね。問題はその御神木に行くまでの道が雪で潰れてないから。あのね、今3月なんですよ。3月の3日、おひなさんの日なんですよ、これ。雪ありすぎ。さあ行こうぞみんなで。今日もあのパワースポットかパワースポットじゃないか、はい、僕はちゃんとまた言いますもので、せめてご神木の方はパワースポットであってほしい。行きましょうみんなで。じゃあ行こう。はい、行ってきましょう。よし。諏訪小豆神社。そうじゃよいしょ。なんていうかこの辺読んでもよくわからないな、うん。全然わかりません。神社まで詳しくなっていったらもう頭の詰め込むスペースなくなってしまう。はい、行きましょう。頭上注意。頭上注意。雪かな？頭ぶつけんぞ。頭上注意、落雪にご注意ください。雪か。雪とあと花粉かな。杉の木やばいですけど。本当やな、花粉症の人大変。あのマスク50ぐらいしてきてください。これすごいわ。すげえな。雰囲気的にいいね。いい神社だ。なんていうかもう雪がすごすぎてさ。確かにすげえな。それは何か霊感的に感じてらっしゃるということでよろしいか。寒さで敷居が高いぞ多分。そうですね、だいぶなんか由緒ある昔からある神社らしいですが、高いぞこれ。こういう神社来たのって久々だぞ。この格式の重苦しい気持ちになるのがすげえな。ここ重苦しい。ここまで来るのに疲れるっていうぐらい重苦しい。なんだこれ、重苦しいぞい。ちゃんとこの1300年碑ってありますね。足元雪降ってる、冷たそう。じゃあ失礼します。失礼します。
はい、失礼します。凍結注意、石段が滑りやすいのでご注意ください。まあ、こけもすごい。古くからこの地の信仰を引き受けてきた神社ですが、いかがですかな。すごい、この神社はすごい、すごい。ほう、お賽銭やりなさい。ご縁玉あったかな。あー、すごい古い匂いがする。オレンジみたいな匂いがする。勝ったね、神秘だ。神秘やで、ね、大変です。1円玉3枚とあと50円玉と100円玉しかありません。50円玉にしてあげなさい。マジか。で、かっちゃんよ、今50円玉を取り出しました、うん、あのね、無意がなんていうの、この45円を釣りくるかな。神様現金対応してくださる。無意がなんていうかね、このお金放り込むのは、放り込むって言っちゃダメですね。なんていうの、ご参拝する分には何度か動画にしてるんですけれど、かっちゃんがやったのもね、まだ動画にできてないんですよ。僕はしちゃけないから。お手本的な意味合いでやってほしいんだけど、ダメ。ダメです。なんでこった。僕は手を合わせちゃいけないよ。合わせるとどうなるんです。え、サタンが手を合わせたらどうするんだ。だろう。サタンは絶対に祈りを捧げたいと思う。捧げるのは向こうです。難儀なものだな。書いてるのがあるんだよね。終了でございます。カランカラン鳴らさんの。どこのタイミングで鳴らせばいいかわからない。みんなどこのタイミングで鳴らすの、これ。鳴らしときゃ最後終わりました。鳴らしすぎ。一回なんだよ。よくわからないから鳴らしておくのです。ちょっと礼儀できたよ。とてもじゃないけど、なんていうの、登山日和の日ではねえな。稲荷ですわ。クメだよね。はい。うわ、クメか。一番相性悪いな、俺。うわ、稲荷か。どうします？俺一人行ってくるでも、なんていうの、別になんていうの、あれだ、ありはありだけど。行け。稲荷か。キツネはまずいぞ、俺。俺も大概な気がするけど。いやー、まだ大丈夫だろう。10マイル。まあ、ざっくり歩いて5分ってとこですわ。稲荷か。問題はこの雪山道っていうことだ。大杉山道、あそこ。こっち行くのか。らしいな、矢印から。稲荷か、稲荷はダメだ、俺ダメだ、諦めよう。諦めよう。さあ、雪が溶けた時、皆さん暖かくなったら来てください。パワースポットといえばパワースポットになります、ここ。結構、うん、いいとこですよ。
どこが一番パワースポットっていうのは特定できそうにないです。あの、ここら。ちょっとそっちの方に一回行ってみましょう。次は諦めた方が。あの単純に雪山で危ねえ。ちょっとね、また来てみます。うん。さっき無理がお祈りしたとこ。お祈り？もうちょうどその本堂の真正面で、ここですね。はい、で、ストップストップで、で、かっちゃんよ、はい、あの、この間の神社とかでもそうなのですが、そのパワースポットに行って写真撮るとか、その視聴者さんが来てくれた時にどういうリアクション撮ったらいいですかっていうのをついでに画面内で教えてほしいです。あの、すいません、ちょうどあそこに鳥居があるんだけど、鳥居の真ん中の柱、この一番手前のやつよろしい、うん、はい、鳥居があるやん、はい、真ん中に橋あるやん、はい、その真ん中から嘘でしょ、この網のとこまで徒歩4歩、あの四角いとこに、うん、はい、ここの四角、これ、うん、これの真横、あー、ちょうどこの交差するところで、はい、そこの、ま、真ん中でも ここからここに行って立っていただければいいんじゃないかな。ここすごいよ、皆さん分かりましたか、あの階段下の鳥居の真ん中のあのこの棒とこの床の何の区切りなんだろうね、これ分からんこれのそのクロスするところ、ここすごい気持ちいい。パッちゃん今携帯持ってない、はあ、俺は携帯を持って歩かない男です。はい、じゃあ無意の携帯一回渡すので、あの本当に写真撮らなくていいので、写真撮るときどんな風にっていう感じで真上、うん、向きそれでよろしい、こっち向く感じで、カメラがあります、はい、撮ってください、そして上を向いて自撮りをしてください。自撮りをすると多分運気が良くなるでしょう。ここへ来てみいや違う違う違う、あの先に解説終わらせてほしいなって言われる。こうやって自分自撮りを撮ってください。撮って上を向いた携帯に入れとくだけでいい。はい、ちょっと着てみ、はい、太陽の光の暖かさが全く違う。すごいなんかほんわかにあったか感じ。なるほど、他のところで他のところに行ってみる。他のところ雪だらけやけどちょっとあっちの方こっち雪が見えてさ、わかるの、はい、こっちは全体にボッてくる感じのあったかさやない。うんうんうん、向こうは集中してスッとあったかい感じが、あったかさの流れが違うでしょう。もう一回向こう行ってみる。なるほど、今の感覚を覚えた上で、はい、本当だ、全然なんていうの、光がないわ。あー、視聴者さんもね、これね、比べたらわかるわ、わかるわあー、この一極集中感ね、はい、
芯まであったかくならないと芯まであったかくなる方、向こう行くと気持ちいいって感じがするやん。うんうんうん、こっちは普通のあったかさって感じ、この日の明かりっていうかね。そうそう、はい、その違いだわ、パワースポットの。なるほど、そう、あそこです。あ、裏返す、はい、あそこいい、ここは多分、ここは多分皆さん、あの、聞いて願うとしたらば自分の健康、はい、うん、健康運か、どうだろう、この感じで言うと自分が今後の運気、全体的な運が良くなるように、改善、運気向上とは言わないでください、改善、向上じゃなくて改善、変える。要は先月例えば何か事故したりして運悪かったから、うん、ここに来てその転換期になればいいなみたいな。そう、健康で運気を改善させていただけませんかって頼めば、なんやかんやは良くなると思います。ここだと結構すごい、うん、杉の木、その杉を見に行きたいけどすいません、俺キツネはちょっとね、あれやな、心霊スポットでは全くありません、パワースポットです、完全なる。いい場所だ、お寺の中でも5本の指に入るんじゃない、神社系で行くと。へえ、あんな空っぽな、うーん、あんな空っぽな神社があったとは違います、いい神社です、ここ、はい、なんでいちいち他を下げるのこれでどこの神社か分かるやろこれすごいな、あの岐阜の行ったどこやった、くじいたところ、うんうんうん、あんなとこパワースポットって言ったら、ここパワースポット騒ぎじゃねえぐらいすげえぞ。あの多賀神社やったっけ、あそこの、はい、あの42枚目、うん、はい、42枚目の、うん、道東よりも こっちはまた違うパワースポットだな。ああ、うん、運気を向上とは絶対言わないでください。向上ではないのか、変える、今の流れを変えたいっていう、そういう、そうそう、健康運とその今自分がのものを変、こう、なんていうの、運気変換、うんうん、をお願いいたしますって頼むのが一番ベストかもしれないな。聞いてくれるな、ここなら多分。へえ。結構重苦しいもん、俺がもう、俺折るのが苦しいもん、胸が。なんか俺肺炎になったんかなっていうぐらい。ものすげえ。神社行く前に病院行かなきゃってなっちゃう。もう気持ち悪いぐらい俺。これお稲荷屋でか、お稲荷でこの圧迫感か、俺なんか違うなと思って、なんかの圧迫感が、あの一応言うとですね、うん、ここに来る前に一応携帯でね、うん、神社で調べたりすると、うん、ここの周辺の神社全部お稲荷神社ですよ稲荷神社、いや全然知らんかった、通りで重苦しいきついなと思ったの、これ稲荷系か、そう、あ、なんだかこの辺稲荷系が全部閉めてんなって思いながら、な、車、運転され中ナビに見て、お稲荷系は絶対に変なことしないでください、いけないと思ったら無理しちゃいけません、変なことも一切しないでください、今言われたことだけをやってください、はい、お賽銭にお金入れてきちんとした礼儀を正しく、だから無垢にも礼儀、調べて礼儀をしやりなさいって言ったのはそこなんですけどね。うん、うん、で今回俺珍しく鳥居で頭下げて、俺は真ん中を歩かなかったですから、ほう、重苦しかった、あの時からそっか、稲荷系か、稲荷系は僕には無理です、道外していこう今日、あそこから高天社のあれはじゃあ稲荷系じゃないんですな、なんかリアクション全然違うから、何を、あの42枚目のとこは全然その、うん、違う、すごいな、下調べなしで分かるもんなんだな。いやー重苦しいな、長い旅してこの仕打ちはきついなそうでした、4時間ぐらいぶっ通しの運転でした、うん、ほんで稲荷か、稲荷はきついわ、でも雪が溶けたら、あの杉も行きますけど、杉も今度お楽しみにしてください。はい。
おいい場所だよ、ここ。この真ん中すげえな。真ん中通りてえもんな、俺。なんていうかさ、心霊スポット行きました、幽霊がそこの椅子に座ってますって言われたらさ、うん、ああ、なるほどってなるんですよ。その人が見えてるわけだから。うん、パワースポットってどういう風に見えてるんですか？なんかエネルギーみたいなのも見えてるんですね。虹色みたいな感じにふわふわふわって見えるだろ。あ、オーロラみたいなのが流れてる感じ。そう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 。それが強いか弱いかよ。ここはめっちゃすごい。自分でも感じたやろ。熱のあんなけんのちょっとの光でもものすごいあったか感じるやん。うんうんうん。だけど他行ってこんな件名何にもないとこ考えてもあったかさ感じんやろ。そうね、なんでかこっちの方が日の当たり自体は多いはずなんだけどね。だろう、そこが違うんや、うん、パワースポット、そのパワーが違うっていう。今回は、だから仰向けてちゃんと引き寄せられたでよかったけど、で、それであなたが、あなたみたいな鈍感でも気づくんじゃないかなと思ったね、うん、なるほど。そうで、ここにおってもあったかさ感じんやろ、寒いやろ。そうですね、車の中入ろうぜっていう気持ちが強いね。だろう、だけどあそこにおった時は全然そんなこと感じんやろ、あったかいっていう、うんうんうん、そこの違いなんだ。っていうかなんならそんな変わらん吹きさらしだけどこっちの方が風強いんだ。むしろ向こう木だらけん。杉の木だらけだ。うん、だろう、それなのにあんだけすごいあったかさを感じる。それがパワースポット。だからこの前の42枚みたいにビリビリ感じるっていうのはビリビリでいいんだよ。おー。